リセットワールドは、高見和之,之のライトノベル、イラストは姫秋出版は電撃文庫、全3巻。本作は時空のクロスロードに登場した3日月の世界のその後を舞台に新たな主人公を通して語られる物語となっている。大人たちがいなくなり、子供たちだけで生きていくことになった世界で、知恵と勇気、痩せ我慢と、 英格子の精神でピンチをくぐり抜けていく冒険ファンタジー。本作の舞台は緻密な現場取材をもとに実在する街の道路や建物の位置、構造が正確に描写されている。伝染病の蔓延により大人たちは死に変え、世界は一度リセットされた。大崩壊から5年後、生き残った子供たちは文明を維持できず過去の遺産をゆっくりと食いつぶしていき、 ギャングなどに怯えながら生活していた。そんな中、ファウンデーションと呼ばれる組織から派遣されたエージェント、その山信吾は、かつての東京に新たに作られた国があると聞きつけ、西東京共和国を訪れる。そこには野党に怯えることなく暮らす人々の姿があったが、街を見ながら奇妙な違和感を覚える。その時、断層して他の街から潜入していた少女、 ヤガミを偶然助けたシンゴは彼女の口から共和国の実態について聞かされる。この国は、大メという人物によって作り出された独裁国家であり、支配階級以外の人たちは過酷な労働に使され、近隣のコミュニティを攻撃しては労働力確保のために人々をさらってきたり、労力のない子供たちは残らず、殺されているという。 その話を聞き終えたとき、人狩りから戻ってきた共和国の兵士と拉致されてきた人々を目撃する。その中には十歳前後の幼い少女までいた。亡き妹を思い出し、絶対助けるという矢神を制止した慎吾は、矢神の代わりに自分があの子を助けると言って行動を開始し、守備よく少女、さなえを助け出すが、ふとしたことで慎吾の正体に感づいた大目は、 追跡部隊を出し、慎吾たちは、ガ神の住む大宮までの命がけの闘争をすることになる。辛くも追手を振り切り、前橋、大宮連合との接触に成功した慎吾は彼らを、新次ファウンデーションについて語り協力を申し出るが、連合を本格的に壊滅させようと共和国も、動き出し、事態は、関東を二分する戦争へと発展していく。名前の後ろにがついている人物は、 時空のクロスロードに登場した人物。僕たちだけの戦争2008年3月10日刊。ISBN9 兆7848億4024万1892僕たちが守るべきもの2008年8月10日 日刊 ISBN9 兆7840億4867万1750僕らが作るべき未来2008年12月10日刊 ISBN9 兆7840億4867万4270ありがとうございます